近鉄5200系電車。近鉄5200系電車。近鉄5200系電車は、近畿日本鉄道、近鉄が保有する電車、用途については口実。電算記号は VX。本校では5209系、5211系についても記述する。 1980年代当時の大阪線や名古屋線の長距離急行を中心に運用されていた2600系、2680系、2610系は座席に対面式固定クロスシートを装備していたが、1970年代前半まで運用されていたその先代の急行車である2200系や2250系と比べるとシートピッチが狭く、 旅客から敬遠されつつあったことや、一部編成にてトイレを装備していた1600系や100系、1200系などのロングシート車両も一部の急行で運用されており、特別料金不要列車であっても高品質な輸送を求める声が多くなっていたことから、2600系列に代わる長距離列車用の一般車として1988年に登場した。主に急行や 快速急行、お及び団体専用列車に使用するため、座席に転換式、クロスシートを採用した。本系列の設計方針としては、以下の3点を掲げた。本形式は、両開き3扉転換クロスシートを持つ車両であり、近鉄では、特急用車両と団体用車両以外の車両については便宜上、一般車両として扱っているが、位置づけは、 急行券団体用車両である。なお、近鉄では繊維が5の車両は一般車両のうち標準機急行用クロスシート車と位置づけている。1986年に登場した3 2 0 0系や6 4 0 0系ではアルミニウム合金製車体が採用されたが、本系列では車体側面に窓高さ 950mm の連続窓、車体前面に 曲面ガラスを採用した関係上、車体強度を確保するため、普通構成とされた。なお、車体断面そのものは1422系統のアルミ車体車と、おおむね同様であるが、側面の裾高さは 800mm に抑えられ、床材についてはステンレスを用いた。車体塗装は3200系統上以降の近鉄一般車で標準となった。 シルキーホワイトとマルーンレッドのツートンカラーである。製造当初は連結面まで帯が回り込み、当時の特急車に近い塗り分けだったが、後年はマルーンレッド一色に変更され、裾体も消されるなど変化した。戦闘部はホロワクを目立たなくさせるために、両サイドにわずかな膨らみを設け、その部分をマルーンレッド塗装として、中央をシルキーホワイトとした結果、 6400系統の戦闘デザインとは異なってスマートな顔立ちとなった。この膨らみと辛い地になるように LED 式種別標識等計微等を設置した。LED は初期車は縦4列、横12列、他は縦2列、横6列の素子を採用した。さらに後者のタイプには2タイプが存在し26000系で採用された。 素子61個を1ユニットで構成したタイプと22000系のように素子を高密度で構成したタイプである。したがって5200系列では3タイプの標識と剣微刀が存在する。上高扉は片側3箇所、両端側の2箇所は4扉の通勤型に合わせてあり、もう1箇所は車体の中央部に設置されている。前述のように連続窓の作用により合成確保の 意味合いもあって、構成車体となった窓の間柱を 65mm と太くすることで、さらに強度を上げた。近鉄に在籍する他の GTO、VVVF インバータ制御一般車用と同様に、本系列においても製造時期による主要機器の使用変更に伴って、以下の派生形式が存在する。なお、 5200系に区分される8編成でも5201回から5204回と5205回から5208回では走行機器が異なるがすべて同一の形式となっている。走行機器や性能は5201回から5204回が1422系と5205回から5208回が1430系と5209系が1435系と 5211系が1437系とほぼ同一で営業最高速度時速 110km 大阪線22.8パーミル33パーミル上り連続勾配区間でも時速 100km 前後で走行可能な性能を確保している制御装置は16ビットの制御回路のマイコンを採用した1 c 4 m 制御のマップ型 VVVF インバータ制御が採用されている。主電動機は三菱電機製で、出力 165kW、5201回から5204回が、MB-5023A、5205回から5212回が、MB-5035A、5213回が、MB-5035B を搭載している。 歯車比は5201回から5204回が6.31、16、101、5205回以降は5.73、15、86に設定されている。台車は近畿車両製で、両、抱き踏み面制動方式の KD-301 系である。従来のシュリー連式に酷似した形状ながら、シュリー連台車の特徴であった。 軸ばね部のオイルダンパーを廃し、代わりに積層ゴムブッシュを採用した、軸箱指示を採用したのが特徴で、枕羽根に空気バネと左右動ダンパーを用いた新設経台車で、走行安定性の確保と天候を圧低減の両立を図っている。一方、5211系として区分される後期の三編成は、軸箱指示部を片側指示積層ゴムブッシュ式とした前。 軸編押し踏み面ら制動方式ボルスタレス台車の近畿車用 KD-306K に変更。電動車は KD-306B、制御車は KD-306C を装着した。TC 車はディスクブレーキ、一軸一ディスクを併設する。制動装置はそもそも速ブレーキ、回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキ方式を 採用し、従来の境地突破制御車や、抵抗制御車との並結も考慮している。電動発電機は5208回までは、サイリスタイム G の日立製 HG-77463 型で、5209回以降は、三菱製 NCFAT 型を採用して、SIV 化した。電動空気圧縮機は C-1000L ないし、車両によっては、 HS-10 をそれぞれ PC 車に配置している。終電装置は各電動車の大阪、名古屋よりに下枠交差式の東洋、電気製造 PT-48 を一機ずつ搭載し、当初から母線引き同士が施されている。冷房装置は、冷凍能力1500キロカロリー、H の集約分散式冷房装置を各車両に4台搭載し、 補助送風機として、ラインデリアを併用する。運転台は、機器配置については従来通りで、色調も VVVF 車標準のブラウン系とした。窓は、大型曲面ガラスを採用し、貫通扉も窓が縦長となり、視界が向上した。制御車連結面側床下に、汚物タンク、並びに、水タンクを設けた。車内は、 従前の急行用一般車よりも特に快適性が重視されており、座席は各車連結物つまめの重列分を除いた全座席が転換可能で、内装のカラーリングでは同時期製造のロングシート車両である320、軽や1422系等と同様に、化粧板にはパールカラーのサンドウェーブ柄を、床材はブラウントーンを採用したが、本系列では妻面は ベージュ系レザー調とした。シートモケットは両先頭車はグリーン系、中間車はブラウン系を採用し、シートピッチは 910mm と余裕を持たせ、背もたれはプライベートな空間を出すために従来よりも高めに取り、白のカバーを装着している。シートの材質は柔らかめのものとし、長距離の乗車でも楽な姿勢を保てるように配慮されている。カーテンは ベージュ系のロールアップ式となり、大型の5連続窓と相まって、一般車両の中でもトップクラスの高級感と開放感を合わせ持つ、車内空間を演出している。その他に、座席間に小物を置くための小テーブルが設けられた。肘掛けは、当初、側壁側にも設けられていたが、後に撤去された。上空扉付近の手すりは運転室側とトイレ。 側補助席部分を除いて省略されたが、仕切り壁に折りたたみ式補助座席が設けられ、団体列車として運行する際に使用される。なお、補助座席をすべて使用すると、4両編成で296席となる。4両編成中2箇所、戦闘車の連結側にトイレ、和式の水洗トイレで貯蔵タンク式が設けられ、各社のトイレよりつま面には、トイレ使用表示灯が取り付けられた。 トイレの床は緑のタイル張りとした。また、後に、吊り革の取り付けや、団体運用を考慮して、荷物棚下部には、特急車と同様の座席番号も記されている。なお、口実の車体更新に伴い、2014年12月を、もって、落成時からの車内設備を備える車両は消滅した、更新後の車内設備は口実。 1996年2月までに13編成52両が製造された。導入当初は高安県尺にも配置されていたが、後述の通り2018年時点では配置されていない。なお、1998年時点では5204回から5206回が高安県尺に5202回5203回5207回から5213回が、 富みきち検索に5201回が病状検索に配置されていた。2018年4月1日現在、大阪専用として、病状検索に5201回5204回5205回5206回の4編成16両が名古屋専用として、 富吉県尺に5202回、5203回、5207回から5213回の旧編成36両が配置されていい。主に中、長距離の急行系列車に充当され、一部時間帯で普通列車の運用に入る以外は団体列車用の予備車として待機していることが多い。運用時は編成単独型形式並結の6両から10両編成で、 運用されている。なお、1988年の投入当時は、大阪線では平日、当時は土曜日も平日ダイヤの扱いのみ運用され、休日は予備車として使われていた。主に2両編成車と並結した6両編成で、近鉄名古屋駅鳥羽駅間の急行を中心に運用されており、名古屋線急行の主力系列となっている。定期運用は大阪線。 名古屋線、山田線、賭場線であるが、天理教輸送列車や、修学旅行及びその他の団体輸送、臨時列車などで、京都線、柏原線、島線などの定期運用がない他線区に入線すること、ある。本系列は各線で運用が限定されており、現在は大阪線及び名古屋線所属編成の相互乗り入れや、賭場線普通列車への定期運用はないが、 ダイヤ混乱時や団体運用などの臨時運用時に乗り入れる子があり、検査ダイソーは、両線ともに、病状検釈所属のトイレ付き4、扉ロングシート車両、2610系、2800系2817回が行う。並結車両は原則ロングシート車両であり、現在では団体列車や異常時を除けば本系列をに、編成連結した8両編成による運用は、 存在しない。2007年から2014年にかけて、全編成に、車体更新が行われており、2007年12月から2011年4月に、かけて5200系5201回から5208回が、2012年10月から2013年3月に、かけて5209系が、2013年11月から2014年12月に、かけて5211系が、 車体更新を完了している。施行書は全編成高安研修センター。車体更新は以下の内容で行われたが、本系列ではこ連窓部分の固定窓化や、天井化粧板の交換は省略され、運転台配色や全消灯の変更もない。車体更新とは別に以下の改造も施行されている。1988年。 グッドデザイン商品に選定された。転換クロスシートや編成中2箇所に設置されたトイレ、補助席付きの仕切り壁といった1980年代後半当時の一般車両では破格の車内設備ゆえに当初入りされた。大阪線はもとより在籍編成の多い名古屋線では好評を博した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。